耳から学ぶ鶴光一さんのメッセージ15、思考のメカニズム、危機物語。私たちの魂には初期挿入されたと考えられる基本的欲求があります。源へ帰りたいという既成本能とでも言えばよいでしょうか。そんな根本欲求が埋め込まれているようです。これを読まれている皆様方全員に覚醒したいという思いがあるのではないでしょうか。欲求が起こってきたとき、自我は基本的にいつも同じ思考パターンをたどります。自我は目標を捉えるための準備を即座に開始します。どうすれば目的が遂げられるかと思考を開始します。手段、方法論の検討を始めます。あなたが欲求に意識をフォーカスした途端、自我は自分の知識を総動員させてゴールへ至る最善の手段について検討を開始するのです。エゴは自分にできるベストを尽くし始めますが、体験のないことに関してこの方法は効果を期待できません。検討するための材料が自我の記憶にないからです。そこであなたの自我は外側に向けて情報を求め始めます。情報を求めて必死になっている自我の努力も分かってあげてください。情報を集め始めた自我にとって困った問題が起きてきます。これまでのあなたの常識にかからない情報に手を焼きます。どう整理して受け入れていけばいいのか戸惑います。あなたの正しさが新しい馴染めない情報を弾きますが、これまで受け入れることのなかった馴染めない情報を受け入れることによって、これまで使われることのなかったあなたの頭脳の別の部分が活動できるようになってきます。そして矛盾、対立する情報が来るとどちらが正しいのか選択しようとし始めます。両方正しいという考え方に馴染んでいないからです。正しい情報なんかないのだという考え方を採用していると、対立する両方の意見を素直に受け取れるようになってきます。宇宙は一つしかないというこれまでの固定した見方から、人の数だけの宇宙があるという認識を受け入れてみると、人の数だけの対立する意見がどれも正しいと思えるようになってきます。私たちにとって知ることは心からの喜びです。そして何かを深く理解できた時の喜びもまた格別のものがあります。ですから私たちの自我はより深く理解しようといつも頭を忙しく働かせてきました。この自我の分かりたいという欲求があるために、ちょっとした弾みに分からないという自然な思いを誘発させてしまいます。そして自ら発したその思いによって、依然として分からないという現実を想像し続け、覚醒が起こりません。理解しようと行為するとき、人は言葉を分析し分類し整理し蓄積します。現代人はこうして知識を蓄え続けて、もはや身動きできないほどになってきました。人が土地を買い、家を建て、家財を増やし続けてしまったらどうでしょう。そんな人の引っ越しはとても不自由なものとなってしまいます。溜め込みすぎた知識ももはやあなたを不自由にしつつあります。次なる次元への引っ越しを困難ならしめているのは、今のあなたの正しさ、そして信じ込まされてきた信念でしょう。知ることはあなたを自由にします。ですが二極的発想をする者にとって、知識は新たなものを受け入れる際の大きなブレーキとなることに気づいていてください。あなたの知っていることがさらなる自由を妨げ始めます。内なるハイヤーセルフにあなたが意識的にエネルギーを送り込むことによって、理解は単純に起こってきますが、二極的発想に慣れきった自我が何かを理解しようと行為するとき、これまでの知識の分類に当てはまらないものを排斥し始めます。それはおかしいと。私たちはわからないことは単純に問いかけるという作業を通じて、頭を使うことなく自然なる理解へと必ず導かれていきます。人が知識を溜め込み始めたのには訳があります。外側に真実があると信じたからです。私たちが空間というものの中に後から入り込んできたという空間認識を信じたからです。外側に真理があると思った私たちは真理を求め求め続けてきました。
そして私たちは幸せになるはずでした。もっと、人々は、いさかうことなく仲良くできるはずでした。しかし、どうしても、これまでのやり方ではうまくいかず、どこかにほころびが見えるようになってきました。追求すればするほど、ボロが目立ち始めました。どうしてなのだ、こんなはずがない、一体、これはどういうことだ、と、人類全体が、意識を内側に向け始めました。次なるコペルニクス的転換、内と外の反転という人類全体の大反転運動が起こり始めました。陰が極まって酔うとなります。ですから、陰が極まるとは、反転した酔うに最も近い位置にあると言えるでしょう。悪一点、皆無限。極小に近づけば近づくほど、それは無限大へ向かっているということです。人々が、外側に意識を向け、拡張させ続けてきた自我意識は、今にも地球環境を破壊させ、人類を滅亡へと導いていくかに移っています。無限大へ膨張していくかに見える我々の自我意識は、いわば、無限小界の一歩手前に過ぎないと言えるでしょう。ですから、何も心配することはありません。肥大化していった我々の自我は、間もなく極小化してしまう寸前に至ったとも言えるわけです。宇宙の自然摂理に基づいた、とても良好な進化過程を、地球人類は、まっすぐに、ジャストオンタイムにて進行中であると言えるでしょう。私たちの自我は、目標を遂げようとするとき、手段に走るのだということをまず知ってください。結果を得ようとするとき、結果にフォーカスするのではなく、手段にフォーカスし始めます。どうすればうまくいくかと、方法を考え始めます。ですから、あなたの意識は、すぐにお金に向いてしまいます。目標にではなく、まず、その手段であるお金に意識を向けてしまいます。こうして、あなたは目的を取り逃がします。あなたはいつも思いによって目的を遂げています。あなたは否定的なことを目標にすることはありません。ですから、否定的なことには手段、方法に意識を向けることはありません。それで、否定的なことは即座に実現されていきます。否定的な思いを出したことに気づいてさえいないからです。私たちは、迂闊にも、しまった、失敗した、困ったなぁ、やられた、わからない、難しい、という思いを簡単に発します。こんな思いを出していながら、ほとんど、そのことに気づいていません。そして、困ったことや、よくわからない現実を、いともたやすく実現させてしまいます。肯定的な思いも、欲しい結果があれば、単に欲しいという思いを発してさえいれば、それで叶うにもかかわらず、自我は、すぐに手段を講じ、自分で何とかしようと考えます。ですから、宇宙は、あなたのお言いつけ通り、手段としてのことは運んでいきますが、なかなか目的は達成されません。自我は、あなたの忠実な部下として、あなたの欲を達成したいがために猛烈に頑張りますが、それは、単に、あなたの欲の実現を遅らせているに過ぎません。多くの方が、私には本当にしたいことがわからないと言って相談に来られますが、私たちは自分の役割を告げられたとき、即座に思考が動き始め、ではそれを達成するにはどうすればいいだろうかと手段に意識が移っていきます。目的にではなく、手段、方法に意識をフォーカスし始め、目的への集中が損なわれます。このようなわけで、あなたのハイヤーセルフは、あなたに目標を与えないのです。今のあなたには、それがわからない方がいいからです。今のあなたが目標を受け取ったとき、あなたは、即座に、そのことをしなければならないに変えてしまうでしょう。したいことが、ねばならないことに変わった瞬間から、そのことが苦痛なことへとシフトしてくることは、すでにご存知の通りです。あなたの考える手段や方法は、実現を妨げる最大の要素であることを知ってください。あなたは、単に、思いによって現実を作れるのだという単純な真実を思い出してください。あなたが何かを達成するのに、どんな思考も必要ありません。あなたが思いを叶えるのに、頭は必要ないのです。あなたの思考は、エネルギーの方向づけにだけ使ってください。
思考はゲームを楽しむには役に立ちますが、目的達成にはとても不向きです。欲しいものを手に入れたければ思考は使わないことです。思考の基本機能は比較し判断することです。すなわち正しいものを発見していくのに役立ちます。正しいものを選び取っていくためには正しい価値観が必要となります。私たちライトワーカーはこの時代、古い価値体系を崩壊させることを目的として今この地球にいることを思い出してください。自分を信頼し、正しいものではなく自分にとって心地よいものだけを選び取ってください。知識は確かにあなたに喜びを与え、強さを与えてくれますが、強さは頑固さを作り、柔軟性を欠かせることにも気づいていてください。あなたの真の目的である覚醒に知識は必要ありません。覚醒するとは、もともとあなたの内側に今いる完全な自分に目覚めるということです。今そこにあなたの内側に全てを知っている偉大なる人が存在しています。自我の成長こそ喜びの源泉であるという事実に気づきつつも、覚醒と成長とは全く別のものであるということも知っていてください。覚醒とはエネルギー作用によって起こります。学んだから起こるというわけではありません。内なるハイヤーセルフと自我意識との反転に向けて、今も絶え間なくあなたに新たな問題が提起され続けていることでしょう。覚醒とは内と外の意識の反転によって起こります。あなたにやってくる問題を外に向かって解決しようと試みるのは、今この時期においてはとても無駄なことです。問題こそあなたの意識を内に向かわせてくれる大いなる愛であることを思い出してください。欲しくない現実を渡されたとき、即座にその不快感の中で静かに座り、この現実を招き寄せた私の源にある考え方は何でしょうかと問いかけてください。この時、頭を使わないでください。頭が動き始めたら、即座にまた同じ質問を繰り返し、質問そのものに意識を集中してください。この時、一貫して自分のハートを感じていてください。集中が途切れそうになった時も、同じ質問をハートに向けて発してください。5分から10分でその問題は消え去り、あなたのハートは喜びを感じ始めていることでしょう。そうしたら、もうあなたにはその種の同じ問題は決して起こらなくなります。あなたがあなたの欲しくない現実に意識を向け、内面深くに問いかけている瞬間瞬間は、まさにあなたが恐れと真正面から対決している姿であり、あなたの奥底に沈んでいる恐れが消え去っていく瞬間であるわけです。あなたは内面の恐れの解消に比例して、あなたのハイヤーセルフとのつながりを回復していることに気づかれるでしょう。潜在意識と顕在意識を隔てる壁が希薄となり、意識の全開を近づけます。もう一度言います。成長と覚醒は別の次元のものです。知識の蓄積は成長にはとても役立ちます。今を暮らすには知識はとても便利です。あなたの家財道具が多ければ多いほど今の暮らしに便利なように。ですが、あなたの家財道具が多ければ多いほど引っ越しの時には大変不利になるでしょう。あなたの知識もこれから5次元世界へ引っ越すにはとても邪魔になるわけです。あなたが覚醒するのに知識は必要ではありません。ですから、自我が理解する必要はないのです。知りたい、わかりたいという自我の欲望を満たすことと、覚醒とは別のものだということをどうぞ知ってください。今、この引っ越しの時、知りたい、わかりたいという要求を、すべてあなたの内側に向け、わかろうとする努力を手放し、深く深く、自分のハートに意識を注ぎ続けてください。覚醒の道はとても簡単なのだということを覚えておいてください。